時刻は夜11時30分を回りました。ここからはバットオップハッシュタグリバトークトゥダドームです。9回目今日参加しているメンバーはベンジャジーです。ジョジョです。ワイドです。よろしくお願いします。いやあ、はい、本日も社会を切っていこうなと。あなるほど、もうそっちの目線なんで、そっちの目線の文化人の方の目線、文化人の方の目線になってる人いる。いい、ね、はい、確かにね。すごくね、はい、ちょっとなんか大変な社会じゃないですか。大変な社会大変な社会の到来ですよ。そうですよね、はい、いやー大変な社会ですね。ね、巻き込まれてる。なんかいろいろ大変な社会ですね。うん、まあそうですよね、うん。タイムリーでね。なんか社会、はい、世間とか社会に対して何かしらなんか疑問に思ってることはありますか？昨今のね。もうなんかもう政治とかなんかいろんなものの問題に対して。いきなり言わないよね。人工地震がどうとかよくわかんない角度で、やめろよ、そんなよくわかんない陰謀論みたいな角度が来ないよ な。俺はあんまり、まあそういうのもちろんチェックはしますよ、好きなんで。どうなの、じゃあどういう、うん、はい、どういう、うん、あの最近の政治とかでなんか言いたいこととかあったら社会問題みたいにちょっと切り込んでみてください。お願いしますか。最近の社会問題、はい、最近社会問題だったらなんだろうな、一番まず思いつくのは何もないんだな、もう本当に社会問題あれか、もあれか、あ、まあ、幼児のえ、あれだよな、あれか、あれになっちゃうよこれ言ったらよくわかんない、陰謀になっちゃうよ。なんだ陰謀、いや言葉迷っちゃうよ。なんか山本の方でしょ、だから山本違うよ、山本の新作のね、そっちの方だな、そういうことか、そうだな、うん、ちょっと結構陰謀好きだよ正直。そうだ俺はもうそうなのそうだよ、そういうやつだったの。結構信じる派だよね、うん、信じる派っていうか、まあそういうことがあったらやばいよなっていうのはさ、でも結構顔があれだよね、トカゲっぽい人はちょっとおってなるよね。なんねえよ、あれ、うん、まあ、それはねえよ、いや基本的にそういう目線では見てる。さすがに怖いよ、うん、なんかね、その消えちゃうとかね、いいよ、ちっちゃい子がね、なんかとか怖いよ、まあ、分かんないけど、なんか、ね、やめろよ怖いし。なんもねえんだな、やっぱりお前そういうものが、うんうん、まあなんかその社会に対することは別にもうなんか、うん、いいですよ全然、日本は俺もう受け入れてるんで基本的に何でも。まあそっか、はい、うん、まあぐらい、うん、まあなんか、じゃあ他に何かある最近の話題で言うと。最近何かあったっけ。最近何かあった、何かあった、最近なんか何時間前とかにあった、1時間半前ぐらい何かあった、うん、何時間前とかにあった、1時間半前ぐらい何かあった、かなりタイムリーな感じで何かあった気はするけどね、なんかバーって俺見てたら、何かトレンドに入ってる人もいたし、何か、うん、とうとう出たなって感じだったな、何かね、いや本当に、でも本当にね、まあ僕のね、はい、ミュージックビデオが出たっていうことで、いやー、まあ、あんな長い曲を書かせてさ、人にすごいよ、うん、いや本当にマジでやばいって、ね、何小節だっけあれ、ワンバース、うん、ワンバース40小節近くあるんだろう、聞いたことないよ、聞いたことないよ、俺もそこまで一番長いバース蹴ってるの、お前24バースキルで、お前スカイハイの日高さんがお前24小節お前4人分いっちゃった時ぐらいだよ。やばいやばい、すごいよね、それぐらいで、俺日高さんに1回会った時言ったことあるんだから。まあ、前の24バース2キルのやつのやつね、楽曲の時に日高さん一人でやってすごいと思いましたっつって、まさか今自分が言われる立場になると思ってないよ。いや本当だよね、24バース2キル俺らが初めてラップ書いたぐらいのインストだもんね。そうだね、まあ、知ってる人と知らない人もインストの概念なかったから、もう俺あの曲が入ってる、リリック入ってるとこで書いてたから、龍造さんと全く同じフローだったんだ。それはまずいな、うん、人生初めて書いたバースが龍造さんと同じフローだった、うん、あのね、うるさいぞ、うん、そういうのが世の中の人は、はい、うんうん、うんうん、まあどうなの、なんかまあ出たけどどうなんですかね。いやどう、いやてか、まあ、どこいつのタイミングで撮ってたんだって感じだけど、ほんとだよあの MV よね。あー、まあそうだよ、ほんとに MV そうだよ、うん、いや本当は1月のね1日に出そうかなと思ったんだけど、そうだね、もう曲自体は結構、あ、そう、帰って、え、今日28日？何？今28日？あれが27日だったの？あ、そう、そういうことだね。嘘だろ？
あれマジか、いや本当にマジでびっくりしてる。ドバイから帰ってきたの言ってたっけ、年内。わかんねわかんね、覚えてねえんだよそれも。覚えてないんだけど、本当に本当に覚えてないんだけど、1月28日、うん、で俺1日に出そうとしてて、そっから27日もうすでに経ってんの。まあそうだね、やばいな時の流れっていうのは、うん、まあ 今はとにかく早いから、うん、今ありえないな、うん、今う毎日毎日大事にしてるけどさ、うん、まあそう1月1日にね、そうあの、うん、ビデオ出そうかなと思ったんだけど、ほら日本いろいろあったじゃん、震災とかね、だから自分の気持ち的にも出したくないじゃん、うんうん、まあ嫌じゃん、なんかそういうなんかそもそも俺が逆の立場だったら、そんな瞬間に人がなんか言い合ってるいざこざとかしてるの、まあ ね、そもそも見たくねえし、ね、いや違うと思う、うん、それはね、さすがに、まあ、まあやっと出せたからいいかなみたいな、まあ出すつもりなかったけど、うんうん、なんかやっぱりね、応援してくれてるお客さんがね、ドームのね来てくれるって人がさ、数字としてさ見た時にさ、わこんないるんだみたいな、うん、わこの女いてで、その人たちがもう絶対負けないで、もう絶対勝ってほしいみたいなさ、うんうん、言ってくれるからさ、うん、あこれはなんか自分一人がどうこうじゃなくて、その人たちの気持ちも一緒に背負ってやらないといけないのが最後のね、うん、まあ俺たちバッドオフとしての一つの宿命かなと思いつつ、うん、まあほら前も言ったけど、ね、向こうはさなんかグループで出してほしいというようなわざとね、いきなりなんで切り替わったと思ったんだけどすごいなみたいな、いやそんなバレバレなことあるって思ったんだけどね俺はね、あの3人で出した時にとか2人で出して、1人で出せばいいじゃん、文句があるならね、まあ関係のない現場にもね、関係のない奴らとかさ、関わってなんでお前いんのみたいなやつがさ、そうだよね、そうそうそう、俺はそれも思った正直。パシリメガネとか会ったことねえし、うん、会ったことないな。パシリメガネは会ったこともねえんだよ俺一番ラップできないラップ下手なやつが、あの初心者側の方のやつ、まあね、うんうん、結構ね見てきたよああいうタイプは昔からいたんだよなクラブにな、あの初心者側に近いから、あのそっちの人には分かりやすい、うん、分かりやすいのか、うん、あれはできてるのかどうか、まあ、みんな声高いんだよ、まあいいんだけど、怖いるそっち側なんだよな、でもいやお前やめろやめろお前、うん、お前入ってくんだよ、うんでもまあそうだね、うん、まあ3人出してきてえって思ってさ、まあそうだよ結果的におうみたいな、そっちだみたいな思ったけど、まあ結果的にね、みんなマジバットアップのメンバーに申し訳ないのはさ、うん、まあ、パブロとかもね名前出されちゃったりとかさ、うん、まあみんなもさ金魚の糞って糞ですよ、うん、まあ、金魚の糞ってな呼ばれてみたりしてさ、呼ばれてみたりしてな、言われてみたりな、本当はみんなもやりたかったんだろうし返したかっただろうけど、とりあえずまずもう俺に任せてくれたっていうか、生かしてくれっていうのをさ、もう俺みんなに話してなかったじゃん、うん、その曲のことも全然、うんうんうん、だからそういう部分はあったと思うんだけど、それでもまあ任せてくれたっていうか、もう俺が強行突破しちゃったような形になるけど、うんうん、それでもなんかまあみんなの気持ちを背負ってやれたって、出せたっていうのはもう一つまあストレス発散にはなったなぐらい、まあね、うん、俺らもなんか気持ち、まあ、吹っ切れたもんね、まあ、曲行こうかな、じゃあそろそろ、うんうん、まあね出したから、はい、はい、じゃあ行きます、ワイザーでガイダンス。しつけのせろ俺のライド、メキが剥がれ逃げ出す、焦ったお前は曲出す、ワンバッサニを殺すパンチラインはまるでアディダス、ツラを見たら思い出す、解決してね問題、俺のことやるんだろ、胸ぐらつかみ挨拶、こっちのはずがグループ同士作りたがる構図を、めめしお前はディスですらも他に任せで逃避行、仲間置いて逃げるような絵に描いた裸のウォーガー、裸の写真を求めて快楽主義の豚野郎が、トトを組んで村がろうが、表だろうが裏だろうが、影にいつも隠れて一人じゃあんさ無理だろうな、仲間巻き込んで嘘にまみれて徐々にめくれて、だから文字の通りに俺と草分けろ、インスタライブで草吹かしが気に切れパンビーガン、目の前ではビーフも食えね、粗食男子のビーガン、よそはよそ嘘はクソ、揉めたやつと知らねえフリーで出す曲を、興味ないって言ってたはずだ数年前も、なのに結局ディスの中身は一緒、そそのかし立場悪くなり変える立ち回り、今になり謝罪、俺と曲を作りたい、先に売れてた俺に倍目は無理がある、
情に気づかない信者のファンやお前のディスはブーメラン調子に乗って人だまし詰められて尻尾巻いてどうしようって尻尾踏んであっちに行ってこっちに行って尻尾振ってすり寄って結局は中途半端ネット民を味方つけ次のキャラはナードラッパービジネスじゃなきゃ無料配信をしろ都合のいい言葉並べず回収をしろ死んだダチに RIP とお前も歌ってんだろなら新しいのうち一つだって大事にしろよ本当は怖いんだろう実際自分の弱さを認めれない表じゃ無理する振る舞い安く見えるプライドはいらない欲深く全て手にしたいそれなのに何も捨てられない俺らは仲間と分け合いいつまでもそこにいなヘイラーズ酒の席で起きたことは謝罪されれ水流す酔っ払って歯止め聞かず絡んだことは俺もある谷が入り水を差す誠実さのかけらもなくふざけ倒し切り出す結局最後は看板を出す平成は土地柄用意しろよ居酒屋いざこざあっても若いすれ朝まで飲み明かす自分の弱さ認めれず小僧で全員で曲を出す呆れたそんな感情通り越して諦めた気持ちなきゃ気持ち悪い軽いノリは小賢しい生まれ育ち川崎ヒリトニそれでいい区切りバカをしてきているお前たちにわからないこの曲の売り上げすらもむしろあんちゃんの主張祝い世間の目騙しまかな目地元にはハメでそらしてる支持もされてねえ奴が揺れべせん人の若いラッパー一人も持ち上げる気すらもねこじきどもは自分たちの利益のためだけに歌詞を書いて燃えかす寄せ集めないがしろの恩恵地の進化他人ごとで否定してロックにクローズはできない空戦にバーベルシーダーを引けに出す生まれご定本の若手ラッパーなんて一人もいねえああ流行りすたりできねえわけを並べず受け止めろお前が好きなラップやスタイルもその時代の流行りもんって認めろラップスターなら満場一致を背落ちで下手くそ時代の足を引っ張る自分の田舎もラロジーとバラミーチ出口と入り口間違うミスを過ぎが俺に向けたディスで利用しては名前を挙げてピック迎えたお前の最後も俺が見届けるぜ黙れ何がお相手だよくだらねえまず一から学べ俺にとってのヒップホップってな月を抜けるためでクラシックってのはその時代を本気で生きてきた奴らの証掲げてきたもんが違いすぎるぞなしプレイヤーズプレイヤー本当は怖いんだろう実際自分の弱さを認めれない表じゃ無理する振る舞い安く見えるプライドはいらない欲深く全て手にしたいそれなのに何も捨てられない俺らは仲間と分け合いいつまでもそこにいなヘイラーズタイマスウェネグレでファクサポリスなんて歌わねえ平和な国で自分で道を選んだくせにくだらねえ黒人たちが貧困の中で肌の色で差別されて虐げられた歴史とでは比べ物になんねえ人種職業性の違いで俺はしない判断てめえに都合の悪い奴を悪と言えば簡単不変なもので自分勝手にねじ曲げない哲学正義は全員が守るもので一人のものじゃねえんだどんだけでかく見せた歌詞が本当の自分と違えば客を騙し裏で遊ぶアイドルたちと同じだいてることとやってることで矛盾を生んでるお前たちの付け焼き刃の言葉たちは子供以外に刺さらない逮捕なんて起これない立たせない証言台仲間と表彰台ラップで回すこの国の経済初期初動の憧れで若い時は猿まね理想は海を越えて遠く今じゃ俺は俺だけ抜け出すの夢中で飯食わすの必死で上がっていく途中でふざけんじゃねえよそったれ妬みやかみ邪魔され次はどこの差し金無責任な歌詞じゃねえから本当のことは語れねえ何度された襲撃口を閉じて銃声罵声に目線に感染主人公ゆえの宿命破り捨てた教科書がクラッチ代わりフォートウォー映え目だけで立てるなら立ってみろよ東京ドームいや長いって長いの、まあ確かに長い長いの何分5分まあこれあんまり聞きすぎたら本当に一日の時間奪われるぞ危ねえよお前本当に長えよ長いの全部パンチラインだよ曲が、うんうん、パンチライン多いパンチライン多いどこがパンチラインだとどこいや、まあ、耳に入ってくるのまあ身内的にまあ身内的にはまあ立ってみる東京ドームだねうんあとまあねあのパブロのサンプリングも結構俺はあとかうんあとなんだろうないっぱいあるよまあいっぱいあるしまあ正直結構はその制作段階の途中時とかにまあなんかこういうこと言おうかなっていう話とかちょっとしてた時にもっとやばいことは言ってたなんか面白いことは言ってたまあでもなんかさやっぱさ
ずっとファックザポリスとか言って長指とか立ててるじゃん。まず俺思うんだけど、あの目の前に来ないやつがあのずっとファックザポリス、あのファ、ね、中指とか立ててるのも俺嫌いなのよ、そういう感じ。いやいやいや、確かにね、煽り芸が怖いよと、うんうん、いやいや、やばいやばいと。3バース目はかなりね、その本質をついて、うん、だからファック・ザ・ポリスとかさ、やっぱ俺すげえ疑問なんだけどさ、うん、やっぱさ、アメリカのさ、黒人のね、うん、ラッパーとかが言ってるファック・ザ・ポリスってさ、本当に生まれながら貧困でさ、うん、まあね、その相当警察からの扱いも相当ひどくてさ、うん、まあ、いきなり職務質問されて何も持ってないのにいきなりね、真夏にさ、もうこうやってアスファルトにバンとさ倒されてさ、うん、もうそれでもう息が止まって亡くなっちゃうとかいう事件があったりするわけじゃん。それってなんかもう1回2回とかの話じゃなくてさ、うん、まあ、そういうのでさ、不法に逮捕されて捕まる人もいるわけじゃん、うん、でそういうのでいうファック・ザ・ポリスとさ、さすがに相まれないぐらいでファック・ザ・ポリスはもう、反体制って言われたってね、うん、そんな、それはちょっと思ったことないもんな。まあそれはちょっとあれじゃないのか、 IQ の低い14、15歳ぐらいに向けてすぎないかと、まあまあ、うん、自業自得だもんな。いや、まあ自業自得って別に何でもやればいいじゃん、別に、うん、なんかそんな声を大にしてさ言うことではないじゃん、うん、てかだって何でもないことじゃん、うん、あの、なんつうの、高校みたいなもんじゃなくて、正直な世界でね、見ればね、とかさ、まあそういうのは思ったよね、まあ、そんなもんなのかなっていうか、うん、まあ、うん、あと、なんつうの、あのさ、なんかパクリどうのこうのっていうのはさ、あのサンプリングの曲じゃお前らも撮れよ。今回あいつはサンプリング曲も撮ってるし、前も撮ってないわけじゃん、あいつはサンプリング曲今回撮んないわけでしょ。言ってたじゃん、なんか知り合いの人たちもビートその元のサンプリングしてた人、元ネタのサンプリングの許可も取っているんだろ、うん、言えよ言えよだよな取れよそれ、まあその人寛大だから許してくれたみたいな話を聞いた、ジー・フランツ君のさ、本当にね、いい人なんだけどな、あの人も、うんうん、いきなり俺もディスられちゃったもんだからさ、話し合いしようなんて言ってたんだけど、まああれはね、あの間に入ってた仲介に入ってた人がちょっとね、いきなりパブロの DM を晒すっていう行為をしたから、俺もさ DM ちょっと晒して返してやろうかなと思ったけどさ、なんかわいそうで、パブロなんて子供が39度ぐらい熱出ちゃってさ、うん、3日間返事しないだけでさ、男らしく話し合いましょうとかってさ言ってないことまだまだいっぱいあるぜ俺まだまだネタ持ってんだぜ本当はあるんだぜ言ってないだけなんだ、俺3割ぐらいとどめてやってんだからさ、感謝しろよ、もっと言ったらもっとお前やばいとこまでマジかよってなっちゃうんだからさ、確かに、うん、なんでさ、俺一つだけ思うのがさ、なんかブーンバップの人たちってさ、うん、ブーンバップ好きな人たち、うん、でそれはいいと思うんだよ、もちろん、だって人の趣味だしさ、うん、で俺たちもこういう音楽が好きで、うん、ね、いろんな音楽から影響を受けて、まあ、サウスの音楽から影響を受けたりとかさ、ね、いろいろあるからね、なんであんなブーンバップの人たちってさ、トラップとかやってる人とかさ、そのオートチューンに対してあんなにもさ、ずっと意見が鋭いんだろうな、うん、てかなんかブーンバップっていうか、その、うん、細分化した時に今でもブーンバップの人はいるわけで、うん、そうだね、それとなんかその 90s の思考じゃん、それ、うん、その目の敵にしてるっていうか、はいはい、最新のことね、日本では多いよね、多い、あれ、うん、あれは化石発言じゃないですか、まあ、普通にヤング老害もいるよな、まあ、ヤング老害、ヤングな老害もいるヤング老害はマジで本当に俺思うんだけどさ、あの好きじゃないっていうのは正しいと思うんですよ、うん、かる、それは全然受け入れられない、うん、だからその年代の自分が好きな音楽を聴くっていうのも楽しみじゃん、まあ、スタイルとしてね、そうそうそう、それをずっと磨けばいいだけだもんね、うん、だし、いやいや、自分がラッパーやってなくてもさ、だってオートチューン否定し始めたらさ、世界中で今さ活躍してるアーティストほぼほぼ否定することになる、ほぼ否定することになる、ね、それより自分の方が正しいってことじゃん、ね、でそういうやつらトラップとかさできないからさ、ね、妬みに近いじゃん、だってジャグラとかさ、まあ、ラップかっこいいじゃん普通に、うんうんうん、でもさジャグラとかってやっぱ一回トラップやってみようと思ったけどさ、あ無理だった人じゃんあのできなかったタイプの人で、あの人って、まあね、挑戦はしてみたんですけどできませんでしたみたいなさ、だからじゃああれじゃない、次誰でもいいから、ね、バタサイでもいいから一人でトラップのビートに乗って一人で曲作って俺に出してきてみ、うん、できないでしょ、うん、まあ、ほんとね、時代とかの前に、まあ、カルチャーの一個だもんね、そのビートの、うん、のアプローチが変わるの、やればいいなと思うけど、うんうん、まあね、うん、
そんなもんかな。まあでも本当それはでも、まあ、そうだよね、まあ進化していくもんなんだからね、うん、からね、でその中で好き嫌いは自分でチョイスするわけではあるっていうドラマあるよね。それはあの人たちだけに言ってるわけじゃなくて、まあシーン全体でもそういう傾向にあるじゃん、ね、オートチューンがどうのこうのって言ったことのあるラッパー、うん、まともじゃないぞ本当だよ。あの世論がこれを言ったら自分が、ね、あの受け入れられるその層のファン層が取れると思って言ってるだけで、本当に iPhone を否定してるのと一緒だからね、うん、本当に時代としては。なんか質問来てないの？なんかいやもうね、リバトークはねもうむちゃくちゃ来てんのよ。来てんの正直いいよ、うん、早く、うん、来いよ。はい、なんかねえのかいいじゃん一個、うん、適当なの読んで。適当なのいいよ。ジャズィーさん、ワイザーさんに質問です、うん、以前インタビューで言ってた、うん、制作中に自律神経が乱れすぎて軸が歪むって、うん、もうつまんないね才能がない、ね、うん、選ぶ才能がない。いや選ぶんじゃなくて彼が才能ないね。あーなるほどね。今回の制作でも時間が、うん、軸が歪んだ面も、うん、真面目だね。すごい真面目な方だね。そう、真面目とつまんないって別だからな。でもな、まあね、うん、そうだね、確かにね、うん、まだまだ来てますね。ええよ、自律神経、うん、何アジアのラッパーについてどう思いますか。アジアのヒップホップトピックがでかいな。そうか、アジアのラッパーヒップホップ、うん、俺でもね、アジアに行ったんだ俺一回。タイ、なんかタイ行ってたんだ。そうそう、俺知らないと思うけどみんなね、俺タイに実はね1週間ぐらいね行ったことがあって、一人で、うん、1人ね、しかも俺3週間ぐらいいようと思ったの、うん、あのタイのヒップホップが盛り上がりすぎてるっていうから。そうだ、ローリングラウドもね誘われたの。そうそうそう、だからタイのヒップホップが盛り上がりすぎてるっていうから行ったんだよ、うん、俺一人でまず、うん、で1日目あの俺分かんなくて、スコールってあるだろ、タイ系スコールって吹き上がるやつ、俺知らなくてそんな文化が、うん、でいきなりスコールに来られちゃったわけ俺、うん、でいきなりもうありえないぐらいの雨が降って、うん、やばっ、そうやばっと思ったらバーって横にキキーっつって、うん、いきなりもうほんと映画みたいな展開でバッて横向いたら、うん、まあまあハゲたおっちゃんがもう乗れよっつってタクシーに乗せてもらったの。かなり劇的な展開じゃないですか。それで普通に行きたかったモールがあるからここまで連れてってくれって言って行ったら、そしたらその人最終的に俺もこのモール行きたいから一緒に回らせてくれって言われたの。知らない人でしょ。知らない人、知らないおっちゃんだ。俺知らない人とモールの中で写真の取り合いしながら最終的に俺その人とモール回ってやばいやばいねそれで、やべえなと思って、うん、でなんか夜になんかあの女の子の店とか、うん、あまあ行こうかなと思って、うん、まあいろんなところ回ったのよ、うん、そう、そしたらなんか最終的にやべえとこばっか連れてかれて、はい、で何もヒップホップを感じれないで、もうあの3週間だったスケジュールめちゃくちゃ短くしてすぐ友達呼んで、うんもうその女の子の店とか見たんだけど、最初に何したわけじゃなくて最初に40万ぐらい金ぼったくられて、あお店で、そうお店でで終わっちゃったんだけど、何もなしにさ、うんうん、何もなしっていうかあのリサーチも全然できなかったって話なんだけど、どういう飲み、ただの飲み屋なの、うん、飲み屋っていうかやばいよ本当に下品だよ、なんかまあちょっとショーパンなんかやっぱその想像するタイそのままみたいな感じなの、やっぱなんかちょっとああいう、まあそうだな、やばいよ、まあ俺もちろんまあこの話は面白い話あるから来週にでもするよ、うん、ああ。まあ、というかね、あのバッドオープンのアルバムも2月9日にちょっとね本当にいろんなことがあってね遅くなってしまったんですけど、出るんで、その中からまあ一人一人ソロもね、入れようかなと思っていて、でその中からあのベンジャジーの1曲入れたいと思っていて、まあベンジャジーからじゃあどうぞ。あ、ベンジャジーでドッグイヤー。群れから出すラッパーが出した人、なぜなら喜んでまだ被れてることキャッチメロ、まだ失敗気振ってキャリアと人生棒に振ってるよ、首輪をはめられパッチ深刻されホイザー触れず流れで俺ら中で書いた歌詞書けとしよう、フェイクとなバスでもかませぬかませぬたった反応、周りには恵まれてる群れてんじゃなく売れてる、たまたまじゃないだなともたまだけ集まずこの仲間とさらに上に行こう、それを期待の契約書にお伝え、全てバイト俺の目についてその座り山手散々の目に遭うたびに大好物な餌を言う、海南ロシアトラウマにまた上がり先の先サジロカワの天使の色上、この勝手な仕事の屍バネもバネに踏み目指す上、届くまでよ二分以上割れねえ好きバラスへ歌え Nobody's outside 集まり It's money My dad極端に See that むさぼり欲張りおかわり鍵をけるフェイク髪鍛えたペイかけろ手に打て OK let's go
首振るじゃないけど金魚の糞にしてはラップめちゃくちゃうまいな。金魚の糞にしては金魚の糞にしてはお前結構硬い方だよね。できる亀1週間出なかった系の糞だよね、うん、1週間出なかった1週間出なかった系の糞、金魚のやつだ。申し訳ない、まあ、これまだミックス前なんだけど、ビートもジャケズルさんに、こんだけうまいんだね。ジャケズルさんがすごい、ジャケズルさんもすごい、ね、これビートチェンジしたところめちゃめちゃかっこよかった。てかもうジャケズルさんが天才。ジャケズルさんお前もすごい、すごい本当。どうそんなのにな、ラップがどうのこうの、まあ、そう素人に言われたくないよな。素人側の方の意見だからいいんだけど、あのメガネは素人が素人だろ。まあまあ便秘でごめん。硬くてごめんな。硬くてごめんな。もういいよもういいよ。これレバートークね。はい。ベンジョジ新曲エグすぎるって来てるよ。ありがとうございます。てかまあ。アルバム正直まあ俺らしかまだ聞いてないわけじゃん、うん、まあ、相当内容としてやばいと思う、まあ、すごいことになってると思うよ、うん、本当に、うん、そうだね、本当に本当に自分自身の全てを詰め込んでるなっていう、うん、まあでも本当にね、なんか東京ドーム2月19日でね、まあ すごいチケット売れて、まあとんでもない本当に皆さんに感謝してますっていう、うん、まあ本当にね最後までちょっとアルバムもこんだけ伸びちゃったけど結果ね、まあ、発表できて、最後まで駆け抜けるんで、もう皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。ほんと解散するんだもんな、あともうちょいでな。ほんとだよ。そうだね、うん、今度からね、うん、バットップのベンジャージーですって言わないってことだもんね。そうだよ、うん、もう何なんだろう、ベンジャージー金魚の糞もうないベンのベンジャージーの感じにするよ、名前変えるんじゃん。ベンジャージーにするよ、うん、そっちにしてやるよ。それお前の兄貴がお前地元 あの飲み屋であのサイン書くときにお前のふりしてやってたやり方だもんな。ベンジャジーのベンをな、そこだけは本当に触れたくない。そうか、ごめん。でもやっぱすぐそうやって出てくるってことはやっぱ血つながってんだな。やめろあ、ごめんな、やめろ、引っ張りすぎて、うん、なんかでも本当にまあ来週もあるんで皆さん楽しみにしてください、うん、そうですね、もうね、もうこれあんま話引っ張ってもしょうがないからだけど、そうです、うん、まあ最終的に言いたいのはあんまりね、みんなでまとまってじゃなくてちゃんと主張したいときは大人なんだから一人でしましょうねっていうことですね。はい、はい、そんな感じで、みんな皆さんね、ミュージックビデオも出たんで楽しんでください、はい、来週のリバトークもがっつり話していきたいんで、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。